菊開カメルマガ2019年4月11日お楽しみ様です一般社団法人開花 GPE グローバルピース・エデュケーション村松大輔です本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開花より応援しています本日の開花メッセージ理屈はわかるけれど子育てでイライラが収まらない このようなことをママだったらありますよねメルマガ読者からご質問をいただきましたメルマガを拝見させていただき私自身どうしてもネガティブな気持ちから抜け出せずにいて先日のメルマガの中にあった一文が気になりメールさせていただきましたブログ新年度意識の標準状態を高くするコツ 以下ブログの引用文ですあなたから見ていつも自分軸を持っている人安定している人穏やかでいる人実はその人はイライラしたり焦ったりしないわけではなく意識の標準状態を感謝側に置いているだけ引用終わりです私も仕事のことや子供のことでついイライラカリカリしてしまっている毎日 そんな自分が嫌でたまらなくているのですがその時に自分の感情をコントロールできないんですブログの言葉感情と意識は別物意識の標準状態を感謝側に置いているだけ頭では分かっているんだと思いますが実際そうコントロールできずにおりますこんな時って どうしたらいいのでしょうかアドバイスいただけたら幸いです。以下村松です。頭では理解しているけれどイライラカリカリが抑えられないことありますよね。お気持ちよくわかります。感情は抑えられません。だって自分の体内にフォトンとして存在しているんだから。 頭で抑えられないのは当然ですし、頭で抑えようとすると無感覚になり、そのうちうつ病になります。うつとは感情を感じないようにする結果なので、うつは私がやってきたので、私は感情を感じるようにしています。さて、イライラを抑えられない この部分はどうすればいいでしょうか例えばコップの水の中に今日から毎日毎日塩粒100個砂糖粒1個ずつ入れながら味見をしますどうなるでしょう毎日どんどんしょっぱくなりますよねこの水を今日のスタート日から毎日毎日甘くしていくにはどういう操作をすればいいでしょうか すっごく簡単な問題ですが先を聞かずにちょっと考えてみてくださいね考えることで脳みそに新しい回路新しいシナプスを作っていきますよそうやって新しい思考回路ができてきますから自分なりの答えが出たでしょうかそうですね 今日のスタート日から塩粒1個、砂糖粒100個ずつ入れていけば当然甘くなりますよね。入れる比率を変えればいいですよね。そうすればこの砂糖水にたまに塩粒がちょっと入っても甘いまんまですよね。突然何この問題、それとイライラと何が関係するのですよね。この例えばコップの水 あなたの肉体塩粒がイライラフォトン砂糖粒が穏やかフォトンということですあなたの体をどんなフォトンで作っていますか日々どのようなフォトンを体に生じさせていますか意識的にいいフォトンを生み出していますか自分の体が 砂糖粒だけだらけだったら全然しょっぱくないから外からの現象に対して砂糖状態でいられますよね体内に塩粒的なしょっぱい反応をしても砂糖の方が多いので穏やかでいられるイラッときても怒っちゃダメとパワーをかけなくても深呼吸程度ですっと。 軽やかになる私は自分の中に毎日毎日砂糖を入れる作業を怠りませんチョコレートを食べなさいと言ってるわけではないですよ優しいフォトン穏やかフォトンを増やす意識的に生み出すことを毎日やっていますなぜならば以前は 親への不満、自分の人生を自分らしく生きられなかったことへの苛立ちやっていない人への批判正しくない人への批判自分へのダメ出し自己犠牲で苦しくさせるなど相当ひどく思考回路を通して毎日毎日自分の人生を悪くする現実を自分が作っていたからです だから、感情を抑えるというよりも、穏やかでいる時間、感謝でいる時間を頻繁にとっています。最強は、説書、自分発信の124ページなどにもあるとおり、感謝行と自分褒めです。感謝を数え上げて書く。自分を褒めるところを書く。 それは私自身が不満や批判が出るから自分が人間臭いということをかなり知っているからです感謝業自分褒めを毎日毎日やっているうちに脳みその脳神経回路ニューロンが感謝側に神経回路をつなぎ始めますすると桜を見ていても イカ焼き食べたいとか大判焼きのクリーム味だったのが桜の花の海を見てじわーっとしてありがたいなーこんなに穏やかでピンクの海に包まれている感覚と感じ方が変わってきます感謝業を3週間くらい続けても変化が感じられない方は ヘルツが大切ではじめの頃は感謝業をただ機械的に書くこともあると思いますが1週間くらいしたら感じるようにしてみてください。感じるとはどういうことかというとおいしいコーヒーやおいしい料理を食べた時に「うまーこれ!」とじわー となることを感じると言います。感謝業を書いているときにコーヒーの時のじわーかと浸りながら書いてみてくださいね。するとどんどん体内のフォトンの振動数が上がってきます。そうするとコップの中のつぶつぶが砂糖だらけになるように。 あなたの肉体のフォトンが優しい穏やかフォトンだらけになります。さらに、コップの中のつぶつぶとフォトンとの決定的な違いがあり、フォトンは波、情報、ヘルツを飛ばしていて、同じヘルツと引き寄せ合うという性質を持っています。あなたの体内のフォトンが 優しいフォトン穏やかフォトンだらけになると穏やかな世界と引き寄せ合いますするとイライラを抑えることとはエネルギーのかけ方が違います毎日毎日自分の充電100%のうち80%をイライラを抑える側に使うのではなくて 100%のうち80%を感謝を探し出す側に使っていきましょうね。そうすると感謝はゼロポイントフィールドなので100%から無限パーセントになりますよ。日常生活もどんどん軽やか、ご縁もどんどん素敵になっていきます。 素粒子君にとってみては当たり前のことです。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。